アストラルコミックは、モリエールの儀曲。ジャンバティスト・リュリ作曲。1667年発表。サンジェルマン・アンレジョー城にて同年1月5日初演。そのテキストは完全な形ではなく、断片的にしか残っていない。内は演じた人物。デスティバルは、王室付け音楽家。ブロンデルは、テノール歌手。シャトー・イコールヌフは、モリエール劇団に。 臨時で雇われていた役者。金持ちの羊飼いリカとコリドンによる場面から始まる。第2話になるとリカを美男に仕立てようと魔法使いたちが出てきて儀式を始める。風わりな方法で服を着せられるリカ。美男になったとからかい始める魔法使いたち。第3話からはリカとフィレーヌがイリスをめぐって異かいを始める。 それを止めようと農民たちが出てくるが、彼らの間でも喧嘩が起こってしまった。仲裁に入る、コリドン。リカとフィレーヌは、イリスに愛を打ち明けるが、揃って振られてしまった。その悲しみを乗せて歌う。自殺しようとまでするが、そこへ、陽気な若い羊飼いが現れ、彼らを慰める歌を歌う。そこへジプシーたちが出てきて、心地よい歌に合わせて、 楽しみだけを求めて踊る。1666年、モリエールは、いやいやながら、医者にされを駆け上げ、大成功を収めて、彼の劇団は、パリ市民たちの心を捉えていた。しかしその成功の余韻に浸る間もなく、国王類14世によって、詩人ヴァンスラードの指揮のもと、サンジェルマン安霊場にて、祭典 指針の舞踊劇が催されることとなり、彼の劇団もこれに招かれて出演することとなった。この祭典は、バンスラードが13の場面からなるオペラを書くために、モリエール劇団やブルゴーニュ劇場、イタリア劇団の俳優たち、それにジャンバティストリリなどの音楽家や舞踊家が協力することで完成するという体をとっており、舞踊には、ルイ十四世をはじめとして、 ルイーズ・ド・ラ・バリエールやモンテスパン公爵夫人、フランソワーズ・アテナイスが参加した。この祭典は1666年12月2日から1667年2月19日まで行われ、モリエールはこの祭典のために3作品制作しなければならなかった。本作はその第2作目である。第1作目のメリセルトに代わって1667年1月5日に、 初演が行われたと伝わっている。前作、メリセルトと同じく、パリ市民向けに上演、出版されることなく、モリエールの生前にはこの祭典以外で日の目を見ることはなかった。この作品が世間に知られることになったのは、1682年に刊行されたモリエール全集に再録されてのことである。喜劇的効果を高めるために、 ルリによる音楽の力を積極的に利用している。第2話でリカが良い男になったと魔法使いたちが歌い上げるシーンは目の前のリカのおかしな格好に笑いを懸命にこらえる様子が一音ずつ下がっていくメロディーによって表現されている。残っているテクストが完全な形ではなく断片であるがゆえか、この作品は我が国ではこれまで紹介される機会がほとんどなかった。 病床にある鈴木力への代わりに資料の収集に当たった神奈川光雄によるカタログによってもモリエール全集1934年刊行版、集裁のものしかなく、それ以降もモリエール全集2001年刊光版まで待たないといけなかった。ただ、研究のために訳したもの、個人で訳し協定に必死しているものが損する可能性はあり、 これらが日の目を見る機会が今後来るかもしれない。ありがとうございます。